モーツァルトは、天井の音楽で、私たち凡人にとって学ぶのはその優しいようで難しいんです。でも誰でもモーツァルトを弾く権利もあるし、エンジョイすることもできるんで、私の一つのアドバイスとしては、モーツァルトっていうのはこう遊びがないとダメなんですよね。だからここでパッと、あ、こういうふうにちょっとこう、あの、なんかやりたいと思う、それだけの自由さが欲しいなと思うので、いつもそういうフレッシュな気持ちで、もうこういうふうに しなきゃいけないとがんじんがらめにならないで、心を豊かにして弾いてほしいと思います。やっぱりカルテットとにかく続けることがね、とても難しい、4人の、最小の社会ですから、規律もいろいろ勉強しなきゃならないし、でもみんなもう最近の人たち弾くことはすごく弾けるから、縦の線もしっかり合わせたりするようなことはとても立派にできるので、あと自分たちのカルテットの特色が何なのかというのを考えてね、みんなで勉強してください。あのカルテットっていうのは私も本当に、高校時代から毎日のようにやってて、それが本当に身になって今の私があると思うので、全て、小沢さんがおっしゃるように音楽の基礎はカルテットから来るので、それにみんな浸ってずっと続けてほしいし、一生やるべきものですから、中断してもまた始めてほしいと思います。